アメリカの刑務所で日本の即席ラーメンの人気がすごいことになっていると海外で話題になっていました。皆さんこんにちは、日野本まこです。今回はなぜアメリカの刑務所で即席ラーメンが大人気なのかについての海外の反応をご紹介します。海外、通貨になってるだと？信じがたいことですが、アメリカの刑務所で日本の即席ラーメンの人気がすごいことになっているそうです。なんとアメリカの刑務所で入手できるすべてのものの中で日本の即席ラーメンの人気がダントツで1位になっているとのことです。あまりの人気に刑務所内で通貨としても使われていて、時には奪い合いも起きるほどとのこと。こちらがアメリカの刑務所で日本の即席ラーメンがどのくらい人気なのかを示すグラフです。でもなぜ日本のインスタントラーメンがアメリカの刑務所でタバコ以上に価値ある通貨とまで言われるようになったのでしょうか？ある海外メディアによると、刑務所の経費削減方針に伴い、現在所内で提供されている食事の質も量も低下傾向とのこと。その点、インスタントラーメンは一食で効率よくカロリーが摂取できる上、安くて美味しくて、全米どこでも簡単に手に入るからとのことです。しかも長持ちするので、他の食料品や医療品などと物々交換するとき、一番頼りになる存在ということのようです。中でも貨幣価値の高いのはマルちゃんラーメン。中国製や台湾製などいろいろなインスタントラーメンがある中、やはり日本製のインスタントラーメンがダントツ人気とのことです。食べ方はお湯が手に入らなくても水道水をかけて食べたり、そのままトースト風にかじったりと、とにかく日本製はとても味がいいということで抜群の評価を得ているようです。この話題に海外から様々なコメントが寄せられました。その一部をご紹介しますのでご覧ください。海外の反応。なんで俺はこんなニュースが気になるのか。そう思ってるのはお前だけじゃないさ。アメリカでは学生と囚人に最も愛されているものが即席ラーメンなんだよな。刑務所の中では即席ラーメンは金と同じ価値があるんだな。本当に通貨のようになってるのかい？刑務所で即席ラーメンが大人気で通貨のようになってるってテレビで見たことあるけど、でもまさか冗談かと思ってたよ。日本はアメリカを裏から支配しようとしているようだ。俺も学生時代に即席ラーメンを食べまくってたよ。実はアメリカの学生もラーメンが大好きなんだよな。貧乏学生にとって即席ラーメンは生活必需品のようになっている。俺は刑務所に入ってたことがあるけど、即席ラーメンが通貨のようになってるのは紛れもない事実だ。なんで即席ラーメンはそんな大人気になったのか。日本のアニメ、ナルトの影響だろうな。囚人はみんなウィーアブーのようだ。単純にそこそこうまくてお腹がいっぱいになるからだろ。値段も手頃だしな。刑務所の飯がまずいからだろ。だから飢えた腹を満足させるために即席ラーメンを食べるんだよ。即席ラーメンはそのまま食べてもよし、さらに自分でいろいろ工夫することでいろんな味にして食べることもできる。即席ラーメンの魅力の一つはその汎用性の高さにあるんだよ。囚人たちは即席ラーメンを焼きそば風にして食べたり、ツナ缶を入れてみたり、いろんな食べ方をしているそうです。実はラーメンを使えばあらゆる種類の料理を刑務所で作ることができるんだよ。みんなあの即席ラーメンのスープの利用価値を分かっていないようだね。即席ラーメンは重要なタンパク源なんだよ。即席ラーメン一袋には約 10g のタンパク質が含まれている。刑務所で囚人が手に入れられるものの中では貴重なタンパク質が含まれているんだ。タンパク質がなければ筋肉を維持することも育てることも大変だ。つまり即席ラーメンは刑務所で自分の身を守るための体作りをするのにも重要なものなんだよ。刑務所に1年入ってた兄は即席ラーメンで頭をぶん殴られてるやつを見たことがあるそうだぞ。
もし俺が刑務所に入ることになったら大量の即席ラーメンを購入して持ち込むことにするよ。昔の刑務所ではタバコが通貨として使われてたんだけどな。今はほとんどの刑務所でタバコは禁止されてるからな。しかしまさか日本人が発明した即席ラーメンがアメリカの刑務所を支配してるなんて驚きだよ。学生生活と刑務所生活というのは似たようなものなんだな。アメリカの学生は図書館に閉じこもって勉強してるからな。ぶっちゃけそこは Wi-Fi のある刑務所のようなものだろう。実は今回のコロナでも即席ラーメンは売れてるんだよ。私も自宅の食料庫にたくさん買い込んでおいてあるからね。実は俺もこの世界がゾンビだらけになった時に備えて大量の即席ラーメンを買い込んである。まあわかる気がするな。刑務所にいるとシャバにいればいつでも食えるようなもんが恋しくなるものなのさ。まさかラーメンがそんなに価値があるものになってるとは。まあでもタバコで肺が真っ黒になるよりはラーメン食ってデブる方が健康的かもな。ラーメン大好きだったけど今は食べるのをやめてるわ。ラーメンは塩分量が多いからな。ラーメンって無性に食べたくなる時あるよな。俺は今猛烈にラーメンが食べたくてたまらない気分になってきたんだが、もう日本の即席ラーメンは国際通貨にするべきだと思う。もし即席ラーメンが本当に通貨になってしまったら、この世界はどうなるのだろうかな。以上が海外の反応です。意外なところでも日本製品が人気があると驚きました。でもどうやらその人気は間違いないようで、日本のインスタントラーメンが引き金となる喧嘩は日常茶飯事で殺人まで起きたとのことです。こうして一番人気の交換物資であったタバコはいつしか日本のインスタントラーメンに取って代わったとのことです。ちなみにタバコ5本でラーメン1袋、スウェットシャツは2袋と交換とのことでした。早く社会復帰していただいて、日本のインスタントラーメンをゆっくりと十分に楽しんでほしいですね。皆さんもご意見や感想がございましたら、ぜひコメント欄お願いします。よかったら高評価ボタンよろしくお願いいたします。それからシェアしてくれたらとっても嬉しいです。よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。ではまたお会いしましょう。日本っていいね。